久保さん、今回はニート、ニートだった時の話にしましょうか。ニート。ニートだった時の話。まあ、あのー、会社が倒産しまして、あのー、プータロになりまして、えー、なんだ、あまあ、就職活動その後しなかったんですよね。すぐ。休憩みたいな。で、まあ、家にこもってね、あのー、満喫してたわけですよ。 今まで、その、そこの会社は訪問販売で、朝の6時から、えー、夕があの、深夜1時ぐらいまで仕事みたいな。朝6時出社、深夜1時に帰ってくる、2時に帰ってくるっていう、ことですよね。だから、風呂入って寝てっていう、もうだから、睡眠時間3、4時間、風呂入ってっていう、もう、風呂入って寝るだけですよね。で、朝6、朝1でまた会社行ってみたいな。 で、一時間半なんか、朝礼する、声出しするみたいな。もう軍隊みたいな会社出ししてたけど。まあそこが終わり。だからそこで結構しんどかったんで、まああの、休んでたわけですよ。だけど、休んでたらもう、働けなくなりましたね。そ <laughs> う。家から出るのも怖くなりまして、もうずっとゲームしてましたね。二ヶ月、三ヶ月ぐらいかな。 ずっとニート期間。もうずーっと部屋にこもってね。あのー、やってましたよ。ニート。で、その後、その後、2、3ヶ月もやっぱりそれ実家暮らしなんで、あのー、親父にね、めちゃめちゃ言われるようになって、もう何してんだみたいな。働きに行けよ、みたいなね。それ言われますよね。まあ、最初のうちはね、まあまあまあ、休憩してんのかな、みたいな。 でも2、3ヶ月ゲームずっとしてるわけじゃないですか。さすがにそれはブチギレられますよね。で、まあ実家に居場所がなくなりまして、まあ朝一でね、パチンコに行くようになるわけですよ。朝一で。まあ朝一でパチンコ行って、で、もう夜のね、11時、もう閉店まで打って帰ってきて、で、寝てまた朝一で行くっていう生活をまた半年ぐらいするんですよね。半年ですよ、これを、この生活。 ま、この生活、こういう生活をして僕は経験して思ったことが、あの、本当に人間って、あの、夢とか目標がないと、夢とか目標とか、なんか生きる指針というか、な、なんかその、やりがいというか、なんか、やってて楽しいこととかなんかないと、うーん、きついなっていう。だから、みんなサラリーマンやってる人って、 まあ僕もそうだったんですけど、ニート見ると羨ましいなと思うじゃないですか。と思ったりとかするとですう。あいつら働かなくていいな、みたいな。働かなくていいな、みたいな。今日も俺も仕事だよ、みたいな。何ゲームばっかしやがって、みたいな。昔僕は思ってたんですけど、実際ニートになってゲームばっかりしてて、不安でしかないですよ。不安になりながらゲームしてるみたいな。外に出るのは怖いんですよ。不安にながらゲームしてて、俺どうしよう、みたいな。僕はね。 僕ゲームめちゃめちゃ好きかって言われると暇つぶしでゲームしてたので、まあそのゲームがめっちゃ好きですっていうことだとまた違うかもしれないですけどね。うん。だ暇つぶしっていうか、ああ、だから本当不安になりながらゲームしてましたから。だからスロット行ってた時も、俺こんなんでいいかなみたいな。まあ一回勘違いしたんですけどね、俺パチプロになろうかなみたいな。<laughs> パチプロになろうかなみたいな。ちょっと勘違いした部分はありますけど、ただ、俺どうするみたいな。この先どうするっていう。 だ振り返ってみると、やっぱりビジネスをめちゃめちゃ勉強してよかったなと思いますね。本当に。これはもう、ここに落ち着きますけど、ビジネスを勉強してよかったなと思います。うん。だから、久保さんがね、ビジネスが僕を自由にしてくれた、ビジネスがなんちゃらってありますけど、本当ね、ビジネスを勉強して、自分で商品作って自分で商品が売れる、そしてサポートしていくっていう、この、 もう、これ仕事じゃないですか。だから、要は自分で仕事をいくらでも作れて、やりがいを作れて、みたいな。なんかね、良かったです。良かった <laughs>。いや、ほんとね、本当ビジネスが僕を、うんビ、ビジネスが僕の人生を楽しくしてくれたっていう感じですかね。久保さんの速果塾のあるかな。ビジネスが私を自由にしてくれたんですよね。ビジネスが僕を、 ビジネスが僕の人生を楽しくしてくれた言ってらっしゃい